皆さんこんにちは、カイチャンネルのお時間です。ですね、一昨日ライジンがありまして、それで浜松に来てたんですけど、その翌日に車の贈呈式があって、去年の8月かな、堀口選手に勝った試合で、それの勝利者賞でもらった車をね、やっと受け取ったんで、今日はこれで東京に帰りたいと思います。で、まあ東京まで斉藤くんと今日帰るんですけど、まあその帰り道暇なんで、ちょっと以前インスタの方で質問箱やっていくつか質問をもらったんで、まあそれに答えていけたらなと思うんでやっていきたいと思います。何個ぐらいいこうかな、まあ大体30個ぐらいかな、30個ぐらいいけたらいいかな。なんでまあ斉藤くんに面白い質問だったり、結構攻めた質問までいろいろ選んでもらって、ちょっとそれにね答えていきたいと思います。じゃあ行くか、東京へ向けて、東京へ向けて出発しましょう。レッツゴー。いやランクルでかいな、マジでめっちゃでかいですね。戦車乗ってるみたいじゃない、こんな感じです。今ここがね豊川なんですね。ほんでこっからどうでしょう、どうかな、4時間ぐらいですかね、4時間ぐらいかかるんで、3時間かな。まあゆっくり帰ろうか。そうですね。じゃあ早速行こう、どんどんできるだけ答えたいね。そうですね、答えれないのもあるかもしれないけど、はい、まあできるだけ答えていきたいと思います。そうですね、はい、よし、じゃあ斉藤君選んで。じゃあまずはメイド喫茶最近行ってますか。一発目すごい来たな。メイド喫茶は全然行ってないね。最後 YouTube 撮ってから行ってないから、いやそろそろ萌えを注入しに行った方がいいのかな。行った方がいいっす、もう半年ぐらい行ってないですもんね。行ってないね。そんなカイピョンの名付け親のチムちゃんに会いに行かないとね。近々行こう、斉藤君。そうですね、うん。じゃあ次、落ち込んだ時はどう乗り切りますか。はい、落ち込んだ時か。そうだな、俺結構ポジティブだから、あんまり落ち込むことがないんですよね。そもそもでみたいな。そうでも昔は結構落ち込んで悩んで一日中考えてたりとかもあったんだけど、なんか一日中考えてたとしても、なんか悩んでても結局変わらないですよ、実際ね。はいはい。だから、確かに。なんかその落ち込んでる時間で無駄だなって気づいたんですよ。だからそれ以来もうどんなことがあっても落ち込むのはもう5分ぐらいにしようと思って、でもそっからはなんだろう、もう前向きに解決策をしっかり考えて、切り替えるようにしてます。それはなるほど、なるほど。じゃあ次、1日の練習時間、1日の練習時間は基本的に4時間ぐらいかな。格闘技の練習が2時間ぐらいあって、あとフィジカルトレーニングを2時間ぐらいかな。まあ、基本的に月曜から土曜まで練習して、日曜日だけはオフにしてるんですけど、まあ、その日によって練習内容は変えるんですけど、だいたい平均的に4時間ぐらいはやってるのかな。まあ、2時間ぐらいの日もあったりもします。じゃあ予定がない休日は何をしていますか。予定がない休日、結構最近ないかもしれないな。もう普段ずっと格闘技の練習してるし、結構予定入れちゃうんですよね。なんかもう常になんかしてたい性格なんで、まあ、日曜日とかオフだけどずっと YouTube 撮影してるしね。そうですよね、その予定がない日をなんか結構 YouTube に全部使ってるっていう感じですよね。そうだね、なんか YouTube がその自分の趣味の延長で動画になってるから、遊びながらそれを動画にしてるから、だから予定ない日は YouTube をやってます。そうですね。まあでも俺読書とか好きだから、読書とか映画とか好きだから、まあそうやってゆっくり一人で見る時間とかも欲しいかなと思うよ。落ち着いたら。次、出演したいテレビ番組。おお、出演したいテレビ番組。結構あるよ。マジですか。うん、あれ出たよ俺、朝まではしご酒。ああ楽しそうですね。あれ楽しそうだよね、めちゃめちゃ楽しそう。飲みながら
はい、飲みすぎて変なこと言っちゃいましたけど。とか、あとは、逃走中とか出たい。ああ、いいですね。俺、ハンターに負けない自信ある。逃げ切る自信ある。逃走中は出たいな。あと、なんだろうな。しゃべくり7でも出たいね。ああ、僕の希望で言ったらしゃべくりは出てほしいですね。しゃべくり7。しゃべくり出たら嬉しいよね。そんなとこですかね。じゃあ次。朝倉家は厳しかったですか？ああ、多分ね、相当厳しかったと思う。うん、父親が本当に厳しかったね、その礼儀とかマナーに関しては。はいはい、なんだろう、例えば、あの、靴を揃えてないとすごい怒られたんだけど、靴揃えてなかったら、庭にぶん投げられるわけ。もう揃えてなかったらすぐ外に投げられる。だから出かけるときに、あれ靴ないみたいな。で、あと思って外見るとぶん投げられてある、ね。そんぐらいね厳しかったよ。もう新品なのにとか思いながらね。想像がつかないですね、それは。いや本当にそういうのが厳しかった。でも、ああ、まあ、厳しくしてもらってよかったなって今になって。で当時はなんかうるさいなとか思ってることあったけど、はい、今やってよかったって思いますね。はい。はい、で、じゃあ次、英語はどのぐらい話せるようになりましたか？英語か。アリトルですね。え？アリトル。あ、少し。少しね。なるほど。まあでも毎日やってますよ。必ず1時間はできてるかな。忙しくても。斉藤君たち泊まってる時も やってるからね、ちゃんと。やってますね。まあでも頑張って、まだまだだな。日常会話ぐらいできるようになりたいね。次、使ってる香水は？使ってる香水は、クリーン。クリーンと。クリーンと。あと、ルラボとか。ルラボ、うん、ルラボって有名ですよね。ね、結構。それは2つかな、今使ってる。シャレたの使ってます。じゃあ、いい匂いでしょ。いい匂いです。言わされてる。じゃあ、次の質問がちょっと変なんですけど。え？斉藤くんとたくまくんは付き合ってるんですかっていう。え、そうだったの？付き合ってないですよ。まあでも仲いいよね、二人。仲いいですね。すごい仲いいよ。なんか、二人で映画見に行ったりしてるもんね。映画をよく行ったじゃない、週一回ぐらいで。え、本当のとこどうなの？え、何ですか？え、付き合ってんの？付き合ってないですよ。あ、違うみたいな。もう次。今まで芸能人と付き合ったことはありますか？なるほど。これ攻めてますね。攻めてる。どうなんだろうね。想像にお任せします。否定はしないっていうことはやっておりますね、これは。はい、高速に乗りましたよ、皆さん。高速ですね。はい、次行こう、どんどん。次、好きな女性のタイプは？もうこれよく答えさせられてる、俺。結構毎回来ますよね、これは。あ、好きな女性のタイプは、まあ、見た目で言うと、なんだろうな、黒髪ショートで、細い子。はいはい、まあ割と清楚な方がパッと見でいいなって思うかな。吉岡里帆さんですよね。そうだね。やめろ。でまあ見た目より結局あれではね、なんか内面というかさ。まあそうですね。なんかいつも笑ってて、はい、なんか好奇心旺盛な人が好きかな。なんかやろうって言ったら一緒にやってくれるような、はい、一緒にいて楽しいよね、絶対。そうですね。そういう人と、そういう人が好きだ。なるほど。じゃあ、年上と年下どちらが好きですか？何歳まで付き合いますかって。狙ってるかもしれない。狙ってるでしょ。かもしれないですね。何歳まで。年齢か。そうだな、まあ、今まで付き合ってきた人は年上が割と多かった。はいはい。まあ、その年は気にしたことないかな。なんか年齢ってなんか年下の人でもさ、しっかりしてる子もいたりとか、年上でもなんか年上に見えないような感じの人っているじゃん。そうですね。だから年齢はただの数字です。そんなに気にしたことないです。まあ間違いないですね。じゃあ次、最近ドッキリかと疑ってドッキリではなかったこと。しょっちゅうよ。しょっちゅうあるよね。しょっちゅうですね。もう僕ら3人揃っていると周りすぐキョロキョロしますもんね。いや、ドッキリかけられすぎてね、本当にしょっちゅう。最近で言うとなんだろう、ああ
ジム出た瞬間にめっちゃでかい外国人の人に道聞かれたんだよ。ホテルどこみたいな、アパホテルどこみたいな。で、うわやってるわと思って、もう頑張って英語でもう教えて、よしと思ってやってやったぜと思って、これいけたぞ。どうせ撮ってんだろうと思って待ってたら全然何も撮ってない。誰も撮ってない。ギャグでしょ。しょっちゅうね。警戒心がやばくなったよね。ああなるほど。まあでもそうなっちゃいますよね。はっきりやば。控えてほしいね。わかりました。売りじゃないぞ。わかりました。サイトは。はい。僕でもあんまやんないですからね、それ。大盛りにやろうぜ。はい。そろそろ。そうですね。じゃあ今後やってみたい企画。今後やってみたい企画ですよ。今後やってみたい企画が、はい、たくさんあるよ。でも言っちゃうとパクられちゃうよ。確かに。でも今一個やばいのあるよ。なんすか。あれあれ、例の例の、ああ来週撮るやつ。次ですか。次やばいっすね。マジやばいよね。はい、本当にマジでやばいです。革命が起きる動画が多分出るんで、期待してもらって、ね、期待してほしいです。次の動画じゃないですか。実際わかんないけど、近日公開する動画で革命が起きます。でも近日の動画全部結構まあそうね、やばいっすね。よし、じゃあ次、ペット飼わないんですかって。ああ、ペットね、飼いたいよね。飼いたいですね。なんか、大森が来月ぐらいに東京に来るんだけど、そしたら、なんか大森が飼いたいって言ってたね。そうですね。なんか犬か猫か。どっちも好きだからな、飼いたいな。悩みますよね。じゃあ次。好きな服のブランド。好きな服のブランドはサンローランとマルジェラとミサウンドクロージング。はいはいはい。この3つじゃないですかね。そうですね。なんかシンプルなやつが好きなんだよ。はいはい。なんかそのハイブランドでなんかロゴがすごい強調してる服とかはあんまり、好みじゃなくて、そういうのよりもなんだろう、形とか生地が良くて、なんか実はいいやつみたいな、うんうん、そういう方が好き、うん、だからよく聞かれるよ、みんなに。どこのブランドが来てるんですかみたいな。あ、確かに。あんま分かんないよ。メッセージがすごい来ますもんね。そうそう、うん、マルジェラとかめちゃめちゃかっこいいですもんね。マルジェラサンローランめっちゃ多いよ、ね。はい、じゃあ次、カイさんはマッチングアプリをこのまま続けるんですか。はあ、これね、それだけ聞いたら俺がなんかマッチングで出会い求めてるみたいな感じ。やばいやつみたいな感じになって、ぼったくりのね、ぼったくりに潜入する動画でマッチングアプリに登録したんですけど、あれね、俺大会するの忘れてて、はい、1ヶ月分余分に請求されたんだ。請求の通知が来てやべえと思って大会するの忘れてたみたいな。全く触ってすらないのに。有料だからね。はい、もうそれですぐ大会しましたよ。やるわけないですから。じゃあ次いきますか。YouTube とファイトマネーでたくさん稼いでるのに、なんでジムのトレーナーをやってるんですかっていう。ああ、これめっちゃ言われるんだよね。なんかもう働かなくていいじゃんみたいな。はいはい。いやでもね、これね、俺ジムで働いてるのって別にお金がもらいたくてっていうだけじゃないんですよね。全然なんかさ、人に教えるのってさ、その俺キックボクシングとヒートトレーニングをトレーナーやってるじゃん。そうですね。で、人に教えるのって自分がすごい理解してないと教えられないんですよ。だからその教えるために俺も勉強しなきゃいけないし、まあ、そうすることによって、その教えることによって自分にもっていうのを確実に頭に入るというか、頭に入ったり体で覚えるんだよね。だから教えるのも練習の一環として俺は思ってて、はいはい、すごい強くなるためには必要なことだと思ってる。あとはさ、はい、ジムは赤坂にあるじゃん、はい、でそこに来る会員の方って、はい、なんかまあいろんな職種で成功されてる方とかたくさん来るよね、はい、そういう人とのなんか会話とかさ、はい、お
話できるのがすごい貴重な時間というか、学べることがすごいあって、確かに、そこで、すごいためになる話を聞けたりとか、まあ、それこそその会話の中で企画を思いついたりとかね、はいはい、本当に貴重な時間なんだよ。基本的にトレーニングする人ってさ、はい、なんか前向きな目標があってきてる人が多いじゃん。そうですね。なんか例えば今のジムだとコンテストに出るために、はい、コンテストで優勝するためにトレーニングに来てる人とか、はい、まあ、あとは強くなって試合に出たいっていう人とか、はい、まあ、あとはムキムキになってモテたいとかね、最高的に僕もそうでしたね。そう、はい、そういうなんか目標に向かって努力してる姿をなんか近くで見ると、なんか俺も頑張らなきゃというか、なんか負けてられないなみたいな気持ちになるのよ。はい、刺激をもらってるんで、教えながら。だからすごい俺にとってはそのトレーナーの時間は大切な時間。めちゃめちゃいい話です。まあでも最近結構なんだろう、収録とかさ、テレビとかあって、ま、昔よりはそういう教える時間少なくなってるけど、はい、絶対大事にしていきたい。はい。これもちょっと仕事つながりなんですけど、うん、前勤めてた会社ではどんな仕事をしてたんですか？前勤めてた会社はあれなんだよね、車のモーターを作ってる会社だったんだよ、はいはい、まあ、それこそこの車にもついてるいろんなモーターを作る会社で、はいはいはい、まあ、俺は品質保証部とかにいて、品質保証。高校の頃は専門学校で電気をやってたんで、はいはい、まあ、だからその専門的なこと、なんかその、なんていうのかな、製品の不良が出た時にその不良になった原因を解析するみたいな、そういう仕事をしてたんで、はいはい、だからデスクワークだったりとか、まあ、あとはいろんなその電気機器を使った専門的なことをやってた。ああ、楽しかったけどね。その職場の人もすごい良かったし、仕事が楽しいってすごいいいですよね、うん、楽しかったけどやっぱ格闘技の方が勝ったというか、はい、そこにかけたいと思ってやめちゃったんだけどね、はい、まあでも後悔はしてないけどね、はい、次、試合の時は緊張しますか？試合は緊張はしないね。しないですよね。じゃあ次、入場曲にフォーエバーヤングを選んだ理由。ああ、これも言われるよね。なんか喋ったことなかったっけ？ないです。僕も知らないですし、気になりますね。そうなんだ。まずあの入場曲は AK さん、AK69 ってアーティスト、皆さんでも知ってる人多いと思うんですけど、とウーバーワールドの拓也さんとのコラボの曲なんですけど。もともと俺 AK さんの曲が好きでよく聴いてて、でこのフォーエバーヤングの曲を聴いた瞬間にもうイントロのまず入りめちゃめちゃかっこいいなと思って、あ、これ入場曲に使いたいなってその直感で思ったんだよ、その瞬間に。で歌詞を聴いてたら、なんだろう、なんか挑戦して目標を実現させるみたいな歌詞なんだよね。もうまさに今の俺に重なるなみたいなのがあって、絶対この曲入場曲にしようと思ってライジンに出場は第1戦目か、そこで使わせてもらったのがきっかけかな。めちゃめちゃかっこいいですよね。マジ好きなんだよ。しかもあれだよね、そのライジンで入場曲に使ったのを AK さんが見てくれて、そうですね、メッセージくれて、そこからもう仲良くさせてもらって、本当にその時でした。今住んでいるところの家賃。家賃すごいな、すごいとこ突っ込んでくる。はい、だいぶ攻めてます。だけど30万です。30万、家賃30万です。1人暮らしてます。いや、一人暮らしで30万って結構やばいですけど。そう、今まで
ファンからもらってファンからもらったもので一番嬉しかったものは何ですか？一番嬉しかったもの、はい、いや、あの、なんだろうね、なんでも嬉しいけど、なんかジムに結構たくさん手紙とか送ってくれる方とかいて、もうそういうの全部読んでるんですけど、必ず、まあ、それもすごい嬉しいし、ね、なんだろうな、一番か。でもなんかさ、いろんなとこで俺、例えば読書が好きですって言ったりしてるんだけど、はい、そういうのでそれを知ってくれて、なんかおすすめの本を送ってくれたりとか、まあ、そういうのもめっちゃ嬉しいし、なんだろうな、でもそれこそさっきの服の話じゃないけどさ、うん、俺結構どこのブランドか分かりづらいような服着てるじゃん、うん、それなのになんか見つけてくれて、うん、なんかこれ着てますよねみたいな、うん、このブランド好きですよねって言って送ってくれた人とか、うん、でそういうのは本当に嬉しかったですね。そう、それはすごいですね。すごいよく見てくださってるですね。まあでも一番って難しいので全部嬉しいです、はい、じゃあ次、妹さんとは仲いいですか？あ、妹めっちゃ仲いいよ。仲いいよね、これ。めっちゃ仲いいですね。まあでもなんだろうな、その愛知に住んでるから帰省したタイミングでしか会わないんだけど、まあ結構 LINE とかよく来るし、一番仲いいかもしれない、家族で。うん、そうですね。僕もすごい2回ぐらいですかね、2回お会いしてるんですけど、すごいいい方でした。いい方。なんかよく LINE で写真が送られてきてさ、はい、これ買ってみたいな、はい、ダイレクトに、その商品を、え、これ買ってこれ欲しいみたいな、投げ取る兄弟って感じがしていいですね、すごい。じゃあ次、お兄さんの好きなところ。お兄さんの好きなところ、はい、めっちゃ恥ずかしいこと言うんですよ、はい、恥ずかしいから言いたくない。好きなところたくさんあるけどね。おお。めっちゃあるけど、なんか恥ずかしいよ。まあでもなんだろうね、すごい格闘技に関しても YouTube に関してもすごい気をかけてくれてる、ね、優しい。何がしとんねん。コラボしたい YouTuber。 コラボしたい YouTuber か。そっか、コラボあんましてないもんね。コラボしたこと、ジョーブログさんぐらいじゃないですか、コラボっていう。コラボは、いや多分たくさんいるんだと思うけど、あ、でも最近さ、俺料理結構ハマってるよ。はい。だから、気まぐれクックさん。ああ、僕もめっちゃ見てます。見てるよね。俺も見てるんだけど。はい、面白いですよね。教えてもらいたい、料理。ああ、いいですね。なんか、一緒に釣った魚をその場でなんか、さばいてなんか作って、はい、いいよね、作ったり。ちょっと教えてもらいたい。やりたいですね。そろそろ最後かな。最後？はい。愛してるって言って。何？愛してるって言ってほしいそうです。なんだそれ最後。マジで？マジです。愛してる。ういっす。